人目のバッター、8球連続ストレート。来たこれ。火の玉ストレートー。次は牧選手。常に半笑いなのはそういうキャラなの？また全部ストレートー。常に半笑いなのは心情の指示や無駄に力んでるから笑いだとけ、ということらしい。いや、結構いい笑顔してるやん。そして、三者凡退なるかという三人目の森に対して、この回16球目となるストレートをライトに運ばれる。ホームラン打たれてもいいからまっすぐで勝負してみよう。おや？ヒットで済んだぜ新庄監督ありがとう。ストレートだけとはいえコントロールええんやな。そして最後のバッターとなる神里との勝負。最後も4球連続でストレートを投げ込み、154キロの直球に全く反応できずゲームセット。田中ってストレートしか球種ないのか、低め255キロ投げとけば変化球なしでも良いとか思ってそう。歴代のストガイとも比べもんにならんぐらい変化球ふにゃふにゃやからな。歴代ストガイはどっちかっつうと変化球正球なんだとかやけど、正義の変化球マジでふにゃふにゃ。ストガイみたいなイメージの球児や里達でもここまで連投はしてないやろ。とにかく怪我に気をつけて、今後も田中選手頑張ってほしいですね。これから勝負球の変化球？必要あるかわかりませんが、それを覚えたらもっと強くなりそうですね。ご視聴ありがとうございました。